どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。2024年1本目の動画は、先月12月24日まで東京で開催されていたブリーチの原画展ブリーチ X ファイナルにてしれっと公開されていたアニメ最終章千年剣戦編のアイゼンに関するある設定について解説していこうと思います。全国を凱旋し東京に戻ってきたブリーチ X、久保先生が描いた生の原稿やカラーイラストに久保先生直々のコメントが寄せられる夢の空間でしたが、今回の東京凱旋ではアニメ千年剣戦編に関する大量の設定資料や新たな原画が追加されていて、2年前の原画展に参加した僕としてもめちゃくちゃ新鮮で衝撃的でした。原作ファンにとっても必見の情報になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。また動画の内容が少しでもいいなと思っていただけたら、高評価チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになりますので、何卒です。それでは早速やっていきましょう。まず早速ですが、久保先生のコメントを紹介していきます。解禁された設定資料は、アニメ千年決戦編第6話ザ・ファイヤーにて新規で描かれたアイゼンとユーハバッハの開口シーンについて、ユーハバッハの行動の理由とアイゼンの能力に関するものでした。行動の理由、アイゼンは宝玉と融合してほとんど不死となっているため殺すことはできない。怪獣してから連行しなければ裏切られた時に失う戦力が多い。ユーハバッハはアイゼンを封殺することはできるが、連れ帰って封じるならこのまま封じられているのと同じ。誤算はアイゼンが死神のために戦うと思っていなかったこと。能力、アイゼンは強化水月と融合しているため刀を出さずに強化水月の力を弱いながら使うことができる。無限を自分の霊圧で満たすことでユーハバッハの時間感覚を少し狂わせ、活動限界までの時間を誤認させている。いかがでしょうか。他の原画に混じってしれっと公開されていた情報だったので、初めて見た時はあまりの唐突さにひっくり返りそうになりましたが、これにより確定したことがいくつかあると思っています。まずはユーハバッハの行動の理由から。ユーハバッハは原作でも突起戦力の一人、未知数の霊圧を持つアイゼンを自身の機関に加えようと新王地下大監獄に幽閉されたアイゼンの元を訪れていました。アニメの会話でもユーハバッハはアイゼンの力を脅威と捉えており、その上で宝玉と融合したアイゼンは殺すにも封印するにも時間がかかりすぎると述べていました。今回明らかになったのは、アイゼン自身はほとんど不死となっており殺すことができないということ。封印自体はできるものの、バンデンライヒに連れ帰って封殺するのであればこのまま封じられているのと同じであること。だからこそアイゼンを口説き落とし、強制ではなく利害の一致の上で共闘する必要があったということです。確かに言われてみれば、仮にアイゼンがユーハバッハを裏切るようであれば、わざわざ現在の封印を解いて連れ帰る必要もありませんし、アイゼンがバンデンライヒで暴れるようなことがあれば、多くのシュテルンリッター団員が命を落とすことになるので、ユーハバッハとしてはかなりリスクが大きい行動になります。だからこそアイゼン勧誘の際は、自分たちが共通の敵を持つ利害関係者であると念押し、断られたらすぐに引き返すという行動を取ったということになります。その上での誤算は、アイゼンが死神側について戦うと思っていなかったことです。この時のユーハバッハはジ・オールマイティの能力を完全に取り戻せていないため、結果的にアイゼンがユーハバッハの勧誘を断る未来が見えていなかったということになると思いますが、こうして見るとユーハバッハの行動はかなり理にかなっているというか、自身の目的遂行のための最短ルートを走っているのがよくわかります。この時新王地下大監獄の外ではユーハバッハに扮するロイド・ロイドとヤマジーが激闘を繰り広げていたので、そのリスクを取ってでもアイゼンを味方にできればお釣りが来ますし、なるほどなという感じです。続いてアイゼンの能力。ユーハバッハの時間感覚がアイゼンの強化水月によって狂わされていたのは原作でも描かれていましたが、強化水月はランカル編の最後にアイゼンと融合して刀身が消滅しており、融合した後その力がどうなったのかは描かれていませんでした。また強化水月は発動の瞬間を相手に見せる必要があり、ユーハバッハほどの相手であればその瞬間に気づけないはずがないのではという点からも疑問が残っていましたが、今回の設定資料でそのあたりが全部解消されました。まずは刀を出さずとも強化水月の力を弱いながらも使うことができ切るという点、これだけでかなりぶっ壊れというか、アランカル編では取ることができていたアイゼン対策が徒労に終わる可能性があります。五感全てを支配するアイゼンの強化水月から逃れる術は、これまでは解放前から刀身に触れておく、そもそも解放の瞬間を見ないの2つしかありませんでした。後者については一度でも解放の瞬間を目にしてしまえば、その後アイゼンが強化水月を解放するたびに完全催眠の虜になってしまうため、作中では一語にしか使えない手法でした。その一語に解放の瞬間を見せなかったことが最終決戦で生きてくるわけですが、刀を出さずに強化水月の力を使えるということは、実質的にノーモーションで強化水月の完全催眠を発動できる可能性があるわけです。
もちろんこの力を使えるというのが解放の瞬間を見せると同義ではないとも考えられるので確定したわけではありませんが、これまで強化水月の解放の瞬間を目にしたことがないはずのユーハバッハ相手にも完全催眠が効いていたことを踏まえると、初見の相手に対しても解放の瞬間を全く悟らせずに完全催眠をかけることすらできそうです。そして無限を自分の霊圧で満たすことでユーハバッハの時間感覚を少し狂わせ、活動限界までの時間を誤認させているという情報、解放の瞬間を見せずとも完全催眠にかけられるのならその条件は何なのかという疑問もこれで解消されます。つまり今のアイゼンは自分の霊圧の有効範囲内にいるものであれば自在に完全催眠をかけられることになるわけです。最終決戦ではイチゴが霊王宮からソウルソサイティに移動する際にアイゼンが強化水月を解放しユーハバッハに対して完全催眠をかけることに成功しますが、こういうからくりがあったんだなと思うとめちゃくちゃ腑に落ちます。しかも刀を出さずに使うことができるということは、逆を言えば任意のタイミングで刀を出せると捉えることもできそうなので、アイゼンの完全無欠さがより際立ちますね。アランカル編の時点ですでにチート級に強かったアイゼンが千年決戦編でさらに強くなっているというのがなかなかに笑えてきますが、唯一の救いは最終章ではアイゼンが死神側についてくれているという点でしょうか。ファンとしてずっと疑問だったアイゼンの設定についてこういう形で補完説明してくれて、改めて原画展を開催してくれて本当にありがとうという気持ちになりました。原画展にはアニメ第一クールでも主題歌を担当した北谷達也さんが楽曲ラポートを提供していて、 YouTube には公式 PV が上がっているので、未視聴の方がいればぜひ概要欄のリンクからご覧ください。めちゃくちゃかっこいいです。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは普段は呪術廻戦を中心に時折こんな感じでジャンプ作品を取り上げて動画をお届けしています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。